お疲れ様でした、吉田さん。なんかよく言いますよね、若く見えますよって言って。この言葉で喜ぶってことはもう年なんですよね、だから言葉ってのは裏腹と言いますかね、社交辞令と言いますか、その言葉を使われたらもう終わりみたいなのがあったりしますよね。いってらっしゃい。